はい、コードネームというゲームをやりましょう。まあ、あのナポリのニコニコのチャンネル放送ではやったことあるんですけど、赤チームと青チームに分かれて、スパイマスター側は25枚のカード、この自分の色のカードがあるじゃないですか。あるね、青と赤で分かれてて、そう、この色分けがスパイマスターにしか見えてないんですよ。そうですね、同じチームの諜報員に対してこの青色のカードをめくってほしいんですけど、ただこの諜報員側は色が見えてないんですよ。単語は見えてるけど、はいはいはい、例えばじゃあ俺がスパイマスターで諜報員のシュウさんに、ローションをめくってほしいってなったら、はいはい、ぬるぬるとかってヒントを出すんです。はいはいはい、これ例題があんまり良くなかったけど、まあまあまあ。それでシュウさんはさ、ぬるぬるっていう単語を聞いて、ぬるぬるどれかなーって探すわ。この単語なんか。阿部寛。で、そう、シュウさんが何かを勘違いして阿部寛ってなったら、あの外れなんですよ。はい、俺としてはローション開けて欲しかったから。ああ、まあローションやったんや、うん。ローションか。まあっていう感じで。はいはいはい、はい、あとまあそのあまりにも直接的すぎる。ヒントの出し方はダメ、まあ、ハウスルールらしいんだけど、うんうん、ダメってことね。まあ、あの英語の言い換えとか、あ、はい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 、そのレベルじゃなかったら OK じゃないかな。あんまり厳しくしすぎてもっていう感じはあるので、ふわっといこうかじゃあ。ええ何ふわっといこうかって言っただけ。ああ、ふわっとね、うん、いや全然何言ったか全然分かんなかったけど。いや、うまいはないから。え？ああ、いいか。まだないんですか。まだないです。はい、まだっつうか、まだまだない。もういいよ。もういいよって。じゃあ、やりますよ。はい。お願いします。はい、あと、クールジャパンっていうセット入れてるの。へぇ、あ、結構この、なんかピカチュウとか、こういう、アニメキャラみたいなのが。ゲームアニメキャラみたいな。ポッチャか。目が。じゃあ、あ、青チームからだね。うん、俺らから。そうだね。で、先行の方が取る枚数が1枚多いと。9枚取んないといけない。うん、先に全部の自分の色取った方が勝ちだよね。あ、あとさ、言ってなかったけど、なんかブラックカードがあって、それを引くと負け。あ、そう、問答無用で負けになるから、まあこれだけは絶対に誰も引いちゃダメですね。はいはいはい、これちょっと幅広すぎるかもしれんけど、まあ、ちょっと杉田さん分かってほしいなっていう、これで、はい、かわいいね、かわいいねが2、かわいいね2、あ、あ、かわいいねが2、かわいいねが過ぎるか、まずいやでもハッチの心理を読む、俺が言ってるんです、杉田さん、俺が俺が言ってるんです、俺のお母さんじゃなくて、そうです、あ、じゃあ、あ、分かった、これ俺は、うん、うわあ、やったー、あ、自爆ですね、これはピカチュウダメか、やったー、あの ごめんなさい、色見間違ってました、あ、だよね、絶対単純に間違った、単純に間違いや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 、これ間違えてないってこと、単純に間違えました、まあごめんなさい、俺青チームが青、ね、青チームね、はい、で俺が赤、はいはい、申し訳ないです、え、じゃあこのまま続けてもいいですか。いいよ、続行するか、いい、今自爆ありで OK、 あ、はい、いいっすか、やったー、じゃあ俺はこっちの手違いなんで、はい、じゃあこっちの手違い、 ありがとうございます、やったー、あ、わかった、じゃあこれかな俺は、お、はい、緑、緑、うん、おー、え、緑、うん、まあ、森、まず森は緑でしょ、うん、まあ、スパイマスターは俺は何も言えないからヒントは出せないので、杉江さんでも黄色っしょ全部すぎるじゃんいや、あ、でもすげえうまこうだ、え、これしかないよな、はいはいはい、やった、え、お、成功、あ、正解、あれあれ、お茶は、ああ、お茶めくった今、お茶は青だからこっちの得点になっちゃうから、え、これ青、あ、ごめん、俺また俺ハッチ現象起きたよ、ちょっとこれやってください、そんなことある、あ、ごめん、俺さっきのハッチ現象起きてたわそうなんだあ、ごめん
むちゃくちゃやむちゃくちゃやそんなことある目の前で見たの2人とも感じちょっとむちゃくちゃな感じ動画では使おうやこれちゃんと自分の色を見ようちゃんとスパイマスターはアホだったお互いアホすぎてテストプレイわかりやすかったですね例としてねあー来たーお願いしますうわー視線効果俺ら俺がバイブとアダルトビデオあるなややこしいなこれ俺もこれを黒だと思ってやるぞ本当にバイブバイブ色間違えようにねまあまあバイブはいろいろあるもん、ね、色だけ間違えようにねそうそうそう、自分の色を間違えないよ青ね俺たちが俺たち青ですよね次さん赤ですよ13チームが先行アダルトビデオめくりたいなめくりたいこりゃむずいぞアダルトビデオのスパイ欲しいなこれコードネームってことだもんね設定としてそうコードネームがアダルトビデオってことだもん、ね、あそういうことか、うん、なるほどなるほど最悪だな俺たちが知ってるぞってなるかどうかっていうことね、うん、いや結構俺すごいいいかもお自信ありマジ手応えありいや分かってくるかなこれでもこれどうだ何でしょうほいあライブレポート3 3あーこれいやいっぱいあるなライブレポートとりあえず抜き出してみるかライブレポートいっぱいあるんだよな難しい言葉だなまず桜が咲きましたみたいなこと言うじゃん桜がただまあなるほどねこの時点でも塩さんは今苦い顔してるかもしれないから別にそれに引っ張らないけど俺ははい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 、うん、でバンドもあるでしょもちろんライブ会場からお届けしましたみたいな確かに、ね、富士山もまあワンチャンあるけどスポットももちろんあるスポットとりあえず硬いんじゃないスポット本当かいやスポットライターもまあレポートという意味ではかかってるその記事にするという意味ではそっちのライターねライターねニューヨークもまあもちろんあるんだけどめっちゃあるないやこれありすぎるなあるなこれめっちゃあるなライブレポートそれ下手ってことじゃんヒントの出し方終わったいやいや3ですからね5ですもちろんいやいやいや 3結構多いよ3あとあと聞いてくるかもしれない3はやったな終わりやりすぎか終わです終わなんかねこのスポットみたいな幅が広い言葉はそんなつもりじゃなかったのにみたいなことになることがよくあるんだよなんかあまりにも幅が広いからスポットってひねりすぎているので、うん、とりあえずバンドぐらいから行こうかなあごめんねシュウさんごめ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 んシュウさんごめんあなんか そんな気はしたそんな気はしたうわウィルスがいっちゃったよ いやなんかこういうのこうなるんだよなこいつバンドがなんかかっこいいえ、まあ、でももう俺決めたあもう決まってますか早いほいお神社神社ああまあ、うんうん、とりあえずこれかあもういきなり行っちゃった俺、はいはいはい、まあまあまあ京都ねであと2あるんでしょまあまあ京都は手堅いわな、うんまあ、写真とかもありうるよねそうだね神社まあまあまあ宝ね宝もありうるなはいはいはい宝的なことであーなんか勾玉みたいなやつでもそんなひねらんでいいんかな神社写真神社あとやっぱスポット一生聞いてくるんだけどな全部スポットじゃねえかってスポットはマジでいやすあパワースポットあるないや あるですあるな確かにいやこれとかもねなんか知らんけどあるんかなっていうなんか
まあ、麓にあるんか。いや、これ、あ、わかった、あ、ごめん、絶対わかった、これだ、くじだ。あー、そりゃそっか、これ確定、あざーす。はいはいはい、そりゃそうだ、いよいよ見逃してた、くじやべーぞ、これで、あ、わかりました、じゃあちょっとここであえて終了しときます、もう。ちょっと神社一残しであえて、はいはいはい、ちょっと絞っていってから、はいはい、ああなるほどね、うん、絞っていってから、そうそうそう、減っていってから考える、これはすごい、なかなか賢いじゃないこれ、 CIA や、 CIA、 いや、 KGB、 だいぶロシア、だいぶレポートがすごい重くのしかかるんだ、ね、だってこの中にライブレポートだって言えるものが3つ潜んでるわけだから。まあこれでしょう。うん、あーちょっと待って、こうしとくか、はい、折りたたみ携帯電話、はい、スマホではないということ。折り携帯電話。なるほど。俺が逆に出されたとしても分かんねえ。ああ、まあでも。折りた、まあバイブとかはもちろんあるけど、バイブレーターね。でもスマホにもあるのに、なんで折りたたみにしたんだろうっていうとこだよな。な、出る？難しいな、これ。なんかちょっと古いイメージよね、ベルで携帯電話鳴るっていうの、ボタン、ね、あ、ボタンか、ボタンで、スマホってボタンじゃないもんな、なるほど、え、この考えデイ中ハマってないわ、早くも俺もボタンが、ほんとそれからへん、顔見て、シュウさんの街からへん、でもさ、わざわざ折りたたみ携帯電話って、その携帯電話だけだと俺がスマホって勘違いする可能性があるから折りたたみっつってんだから、だからボタンなんじゃないの、それはボタン、よし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 、グーッと、おお、いったね、ガラケーってことね、ガラケーってことだよね、要するに、あと一つなんだろうな、あー、写真とかはもちろんスマホでも撮れるから、バイブかな、なんかバイブの方がイメージ古いというかちょっとあるからな、ガラケーってバイブのイメージちょっとあるよね、というわけでバイブいきましょう、よし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 、で、あと1回だけライブレポートに挑戦できるんだけど、はいはい、ライブレポートが、いや、もうたんまりありますよ、スポット行くか、もう素直に、素直にスポット行っていいのか、神社か、神社さん、ライブレポートでもなんかニューヨークっぽいんだよな、大丈夫しおさん、ニューヨークっぽいんだよ、なんかライブレポートね、あなたそれは一人でペラペラ喋っちゃうよ、それはまあまあよくねリポーターとか言ってる、ね、リポーターいるでしょ、ニューヨークからお届けしましたみたいな、いいでしょ、ニューヨーク、ニューヨーク、スクランブル、うっそー、あー、スカだあ、でも外れか、オタクみたいなの連れてきた、オタク、ニューヨークオタクだ、外国のオタク出てきた、あー、ライブレポートじゃ全部浮いてるわ、空中に、結局俺じゃ一つも当てられてない、ちょっと刻むか、とりあえず刻むか、刻みで、刻み野菜、早いなぁ、刻みね、でもパッと思いつかない、出題が早いな、いや、もうこれはもうマジであの刻んでますから、あー、おー、あー、なるほど、あー、まあじゃあまあこれ、これでしょう、まあそうだな、オッケーオッケーオッケー、とりあえず、とりあえずで、神社1行くかどうかよな、そうね、神社1個残ってんのよ、さっき宝とか言ってたっけと、いやー、もうちょい絞るか、もうちょい泳がせるか、うん、今リードしてるじゃん、かなり、ほう、泳がせるわ、これまいったでー、あー、でもな、これ攻めていかないとな、すいません、
苦労かけちゃって申し訳ない。これはライブレポートを全く拾えないばかり。ちょっと攻めすぎた最初。いいかもこれ。あ、ちょうどいいのが見つかりましたか。はい。いいですね。まさに。うん。ああ。この間やったゲームだよね。海底探索。まあ、太平洋はいいでしょ。あ、いや、とりあえず宝か。宝。太平洋。なんで俺が喋る一言も喋んないの。反応できない。何も言えないから。いや。あーぐらい言ってくれよ。あーぐらい言ってくれ。もう世界俺一人しかいないかと思ったわけ。俺が言うしかないんだよ。あー。そうだ。顔、顔が動いてるけど。うん、宝いいでしょ。宝ダメなことはないでしょ。宝いきます。あー。OKOK。 いおりがいったか。いおりいったね。太平洋、まあ海っつってんだからさ、それ太平洋だよな。あ、なるほどとかも混ぜてらんと、うん、なるほど。太平洋行きます。なるほどね。はい。一緒に水槽。よし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 。よしよし。これは綺麗に決まったね。いいぞいいぞいいぞ。あれ来たねこれ。よ、いい加減、いい加減ライブレポート行きたいんだけど。ライブレポートが残ってるぜ。あと1枚。まあ、この辺なんだよ。ここまで来たらやっぱり、もう素直に行くとね。はいはいはい。もう本当初始か、一番最初にスポットかなって言ってたから、スポット行っちゃっていいですか、とりあえず。とりあえずのスポット。スポット。なるほど。よっしゃ、ナイス。よっしゃ、やった。ナイス。追いついた。追いついた。ってなんだよ。ライブレポートでスポット。いやでも正直ランタンが言ったらパワースポットが結構後押しになった。そうだよなっていう。いやこれダメだとしたら、俺の神社位置が謎になったな。神社ね。残ってる神社。残した神社。これ。まあでも一回行くか。まあおう、はい。赤ちゃん、赤ちゃん、いや、難しいな。赤ちゃん、カンガルーね。あ、ポケットにお腹の有袋類、カンガルー、よし、おーおーし、ナイス。もう一個ピンときたのは卵、ニワトリの赤ちゃん、うん、アダルトビデオもちょっと考えたけど、赤ちゃん。ただそんなこと言うかなと思って。赤ちゃんはなんでアダルトビデオ。いや、まあそういうプレイみたいな。あ、プレイ。プレイとして。でもそんなことでアダルトビデオ行くかなっていうところ。そんなメジャーじゃないんじゃない。メジャーそれ。あー、赤ちゃん。でもまあそういうものがある以上、まあ杉浦さんがね、考えた可能性は。そうですね、まあ。いや、これむずいな、赤ちゃん。赤ちゃん、赤ちゃん。あと3枚か。卵か、卵。いや、卵と赤ちゃんは結構密接だけどね。いや、卵でしょ、卵。よし、ナイス。マジか。そしてややこしいのは神社1なのよ。で、富士山か桜のどっちかと絞ってん、まあ、写真もありうるな。攻める。まあ、ちょっと泳がすわ。おお、どっちにしろこのターンじゃ勝てないから、まだ。なるほど。うん、どっちにしろもうワンターンいるから、勝つためには。いやー、これね、うわ、むず、面白いねこれ。面白くなってきてるよ。もう結構むずいのが残っちゃったんだ。これはちょっとでも攻めないといけんから。あ、でも神社1が残ってるからな、俺らの、我々の方に、だからそれがかなり手助けにはなってるから。
ここまで行っていいのかどうか。おう、これはでもちょっとあれか、こうしときましょう。でも勘違いされるかな。いや、行ってみよう。おちょっと待ってむずいわこれ。ちょっと待ってください。4か、こっちにしとくか。おう、うん、おお、パパラッチ、なるほどなるほど。はい、まあ素直にいくと写真ライターハリウッドで、はい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 、はい、ライブレポートがかかってるから、とりあえずハリウッドはいけると思う。二重の意味で。なるほど、ライブレポートとハリウッドで、ハリウッド、ね、これダメだったらちょっと気絶するけど俺。ハリウッド、はい、ハリウッド、よしよしよし、オッケー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 、いいね、ハリウッド。でさすがに写真はど安定だろうということで、だってパパラッチは写真撮るもんでしょ、どう考えたって。はいはい、さすがにこれはシュウさん絶対見逃さないから写真ももちろん行く。おーよしよしよし、これで写真消えたな。なるほど、写真消えたか。写真危ねえマジで。引くとこだった。ライター、この辺がちょっともやしいんだよね。あとはパパラッチといえばっていうところがだいぶ少ないから、まあ順当に考えてやっぱライター記事に起こすんだから。ライターじゃ、よしよしよしで、ラス1完璧。ちょっと待って、まだねライブレポートね1個だけ残ってると思うね。そして俺ラス1当てれたら勝ちだけどね。そう、うわ、次2位出されたら負けちゃうから、ヒントでね、一般人引く可能性もあるからダメ元で押すっていう手はある。まあ黒引いちゃうかもしれないけど。おお、なんだ、犬の犬がはあはあ言うとる。でね、ライブレポート信じるかな。やっぱ俺富士山だと思うのよね。富士山が置き土産だと思うの。はい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 。あと他にライブレポートってないもんこの中で。まあないか。まあでも富士山消えたらかなり助かるな俺は。しょさ、富士山行きま、行くわ俺富士山。やったー。あ、まあ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 、いやでも富士山消えたのありがたい。これはまあまあまあ委ねましたね。まだまだ全然、まあまあまあ、俺がミスる可能性もあるけど多いで。そうだな、うん、2枚分のヒント変なのばっかり残ってんな。まあでも一般市民でよかった。これいくか、自信出てきたな。これいくか、おお、これいくか。ちょっと待って、そんな、そんなん出す最後に。いや、感じろって言われてもイギリス、いや、イギリスだけならまだいい。イギリス国教会、イギリス国教会って何、何、残業、残業する。イギリス国教会に、待って、でも神社1残ってんだよな。たぶん。え、これむずマジでむずすぎるだって神社との、あーでも神社と教会で、ある種ちょっとかかってんのかこれ。でもそんなないもん。え、じゃあ桜消えたか。イギリス桜のイメージないもんだって。スギルさんの中のイギリス国教会にイメージって なんだ。クイーン、イギリスロックバンド。いやもうだってこの中で俺パッと浮かんだのクイーンだけどね、イギリスで。消去法でいくか。 AV はないでしょ。 AV ない、フライもない、特殊な残業もない、これ喋れへんのきついな。プレートもないでしょ、蜂蜜もないでしょ。だからクイーン、軍隊、ベル、この辺かなって思うんだけど。でも神社にかかってるやつがね、まあベルはあれか、ガランガランか、ベル。ああ、よし、あナイス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 、なるほど、紐のガランガランか。
と教会のベルか。めちゃくちゃいいヒント出したんだ、杉浦さん。これで1位か。じゃあ、じゃあかなり難しかったけど。じゃあ、アダルトビデオ。で、あと1でイギリスが残ってるってこと？アダルトビデオ。いや、エヴァないでしょ、絶対。多分クイーンじゃないかな、イギリスでしょ。で、多分国教会が消えてもイギリスだけ残ったんじゃないか、これ。クイーンじゃない？イギリスのロックバンド。ね、クイーン。教会のベルをかけてたのか。ポチ。やったー！マジか！いやー、マジか。完璧、完璧。惜しかったなー。あ、完璧、やったー。惜しかったなー。惜しかったなー。確かに、次のターン回ってたら負けてた。いやー、いやー、ギリギリだったあ、桜青だったんだ。危ねえ、マジ。そうそう、桜が取られたらまずいから、まず。俺神社で桜引きそうになってたもん。めっちゃ、めっちゃ惜しかったなそうなんよ、俺神社のお決めやん桜だろうと思ってたよ。なんかその写真でさ、よく神社で桜のやつあるじゃん、まあね、イメージで。あ、ベルか、ベルの方で言ってたのか、ね、ベルか。まあ確かにベルっちゃベルだわ。寺やけどね、よくよく考えたら、金があるのは。そう、いや最後富士山じゃ桜だったらってとこか。いや、これは惜しかったな。惜しいな、これアダルトビデオは黒だったか。いや、アダルトビデオ何で、なんかね、なんかでアダルトビデオって卵ちょっと赤ちゃんでアダルトビデオ、あめっちゃヒヤヒヤしたこれ、プレイでね、うん、生きかけたからね、これ生きかけたんだアダルトビデオのだけややこしいけどね俺らが9問か。俺ら青かシャドウやばいな、シャドウ桃太郎ワシントンスナック、なんかそういう店がありそうこれ、うん、結構むずいの来たな。いや、むずいなこれ。あー、どうしよう。パッションでいこう、パッションで。パッション、うん、うん、やらすか、ゴリロパッション、やらだパッションね。やらだ、15年ぶりぐらいやっと杉留さんならなんとなくわかるのではという期待を込め、ワイルドセンス、下町だ。あー、はい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 、まあ1個はもうすぐわかったなえ、マジで。まあまあまあ1個はこれ阿部寛確定でしょ。まあ下町ロケット。はあ。で、あと一個やな。ああ。いやこれ、あ、違う。え？いや俺もこの下町ロケットから抜け出せへんな。パイプなんじゃないの？パイプのなんかその佃のパイプがさみたいな。これに命かけてんだよみたいな。やつでしょ、これ絶対。あ、パイプね。あ、そうなの。その下町ロケット阿部寛さんパイプ作ってた。そういうパイプ作ってた、パイプ作ってたもん。あるってことね。あ、作ってたんだ。マジで作ってんだ。いやでもさすがにそれ飛躍しすぎか。とりあえず阿部寛さん開けたらいいんじゃない。まあそうだね。阿部寛さん開けてみて。ナイス。やっぱりやってる。じゃあやっぱりそれで阿部寛さんもうパイプでしょ。だ。まあまあ、よしよしよし。いや、だったら下町ロケットにするでしょ。確かに。ほんまにそれや。ああ、そうか、出てきたわ。まあ、俺はもうパッと見でもすぐ出たのがあるんで。下町か。はい。下町。首都。おお。え、これ、それは。これ、ボロいな、これ。ロンドン、ワシントン。やりますね。あっ、硬いな、それ。よな。いや、これ、キノコじゃない？何の首都や。よく考えて。何を考えて。とりあえずワシントンで行きましょう。はいはいはい。で、ロンドンも行きましょう。オッケー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 。これやられたな。いやー、やられたな。あとはもう野生のキノコしかない、いかないんで、俺はもう終わりと。まあ、これはありがたい。まあ、これは手堅い。うん、木村カエラや。俺らのスパイ。これこんな顔いかつかった。っこれしんどい。今回単語が難しいね。い全部単語むずい、うん、めっちゃむずいやん。来るか。うーわー、来いよ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 。えーわー、どりゃ。お、え、誰誰どれ。よかった、俺このヒント出せるな
誰ってことある？え、誰マジで本当に誰？エレファントカシマシのボーカルの人誰これ？え、誰ってことあるんだ？マジで誰？何も言わねえ。え、杉さん知ってんの？宮本茂誰？本当に？いや、でも、え、マジか。でも多分会長っぽい名前から会長なんじゃない？なんかので、これあの任天堂の人だからキノコで、え、キノコ、あの任天堂だからってこと？そう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 、スーパーマリオで、でお茶好きやったかな。天才、まあ、天才は多分合ってるわ。だから天才会長は多分合ってんのよ、多分この人からしたら。で天才会長はありで、あ、任天堂としたらリンクもありえるな、トライアングルもあるな、あ、これゼルダ作った人じゃない？ってことはトライアングル、リンクで、はあ、それ合ってたらすごいな。いや、でも それやったらゼルダっていくか。ゼルダっていくか。いや、そもそもこの宮本茂さんが誰なのか本当に。まあ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 、会長からいこうか。会長、会長、よし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 、会長が合ってるってことはやっぱ間違ってないぞ。宮本茂、いや多分ゼルダの人やと思うんだよな。リンク来い。よし、なんか来た。なんか来て、でここでトライアングル来いよ。あ、ダメか。うわー、スター。まあでも、まあまあこれで2問いったんでかいっしょ。ナイスナイスナイス、はいはい、いやナイス、誰ってところからよくそこまで確かにいったな。知らないの。確かに確かに。どうしようかねこれ。佐藤梶郎って難しそうだな。佐藤梶郎、あ、誰、あ、これいくか。なんで何枚ですかそれ。はい、これ言ってほしい、これ言ってほしい。飲料品、お茶、まあお茶だよね。お茶、飲料品にしたとこが多分味噌なんだろうな。ビタミン剤とかだって飲み物他にないもんな。スナックもあるか一応。とりあえずお茶行こう。お茶はいいでしょ絶対に。お茶、お茶、はいはいはい。お茶は硬そうだね。お茶いいですね。お茶か。もしスナックが合ってるんだったらもうちょっと違うヒント出してると思うから、他に飲み込むものってビタミン剤しかないで、飲料品って言ってるもんな。キリン、もうダメ、キリンとか目入ってきちゃった。キリンとかある飲み物で、これ何も言えんくなるな。息を飲んで言えないけど。まあビタミン剤に行きましょう。飲料品つってるからね。ビタミン剤、よし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 。あ、でまあ別に推測しようがないな。うん、どうしようしよう。全部パーフェクト今のところ。なんとか外してないね。3対4か。なるほどね。まあまあ全然いい勝負だと思う。まあちょっと、お、これは、あ、なるほど、分かるぞ。まあスパイは確定。うんうんうん、うん、スパイ、ね、これ難しいのが、まあ角ない妹の人かな、ハムテンプのハウスマックないキノコシャドウないルールない、これ、まあうん、この感じやと007じゃないんだね。ああ、兵士はありえるよな。なんかでもな、兵士、
でもね、シャドウもあるんよ。シャドウ、あ、影ってこと、影に潜むみたいな。でもちょっと遠いか、まあまあ一回とりあえずスパイを行って、うん、スパイ行きの、はいはいはい、影来た。ジェームスボンドのイメージって言ったら、なんかあの丸いとこからね、なんかこう銃を構えてるイメージ、銃口のやつ、オープニングのイメージね。それって何、うん、キノコじゃない。キノコ行ってる、キノコ、キノコ行くか、キノコ行きましょう。確かにキノコはあるよな。いや、これは俺兵士で撮りたいな、なんとなく兵士で撮りたいな。まあゲームとかだと兵士は出てくるわ、出てくるよね、なんかジェームズ・ボンドのゲーム。でもそれ言ったら何でもありやからな。でも他にパッとこうピンと来たんがないよね、なんか。いや、むず。でも角に潜んでるみたいなイメージもあるよね、なんかこう角にからこう角待ちしてるイメージあるわ、なんか角待ちショットガンみたいな、ね、まあまあまあ。そんな卑怯、めっちゃ卑怯だ。じゃあ、まあ兵士行くか、頼む。どうなの、ダメかー。オッケー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 、いや、当ててる当ててる、あぶねー。よし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 、じゃあさっきのちょっとあのおもらしを行こうか。で、おもらし、はあ、取れてない、取れなかったやつで、宮本茂さんってやっぱり俺あの任天堂の人やと思うんやんか、だから天才でしょ、はいはい、で多分シュウさんやったらね、なんか天才とか言いそうな感じすんのよね、なんかやっぱ、うんうんうん、ゲームクリエイターさん好きやから、シュウさん天才来い、うんうん、よーっしゃー、ナイス、フルで取った、フルでいったね、ナイス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 、これであと3枚か、ナイス、これでわかるかな、これ一回これが浮かんじゃうと思う、あ、ダメだダメか、あいつがいるってなっちゃうよな、うん、キノコで誠行こうか、誠シャランキュー、まこと分からんでしょ、まこと1わあ、どうしようこれ、キノコ狙いね、アホすぎるやろ、わあむずい、いや、ちょっと待って、もうこれでいくか、うん、いやー、でも待ってよ、ごめん。いや、マジでむずい。マジでこれ、どれにどうしよう。マジでないんじゃないかっていう。まあ、それ、共通点。あり得る。あり得る、あり得る。共通部分ないんじゃないかっていう。それ、あり得るわ。あー、もうこれにかける。これ以外、ない。そして、あれは残したい。ハイボール、勝負に来たな。ほう。まあ、スナックと角かな。なんか角瓶みたいなやつあるよな。ハイボールにあえてしたんっていうとか、そういうことだと思うんだよな。お酒とかじゃなくて、ハイボールにしたっていうことは。一応、キリンも遠くにあるけど、もうキリンは関係ないだろう。まあ、それスナック行きましょう。スナックは大丈夫でしょ、間違いなく。スナック。ん？あ、いや、来ちゃいましたね。よし、よしよし。ま、マジ？スナック、そうね、そっちそうだよね。マジ？むずいぞ、これは。スナック。いや、これね、ランカンの悩みがね、俺と共通ないよな、正直。まあ、そうだね。どういうことだ、どんとこい、まあでもハイボール2残ってますから、うーん、これを一回潰しとくしかない気がするな。刻み、気づいてくれるだろうか、まとめ買い、うーん、はい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 、まあまあこれは簡単やね、まあ、ストックでしょ、はい、なるほど、俺、下町の残し行ってみようかな。これ、勝負した方がいいよね、シュウさん。したら次、確実に勝てるもんね。万が一落としても。まあ、そうか。下町ね、なんかピンと来てんのもあるね。下町多分、ホームじゃない？町、マイホーム。他、で、角かホームかちょっとあるかなと思ったんやけど、角がさっき、多分ね、ハイボール当たってんのよ。だから、下町、
寿司いや寿司もあるけど多分ホームじゃない、直接的なのは来い。まあ、ナイストライ、ナイストライ。いや、プネットは黒じゃねえんだナイストライ。このターンに勝たないと多分無理な気がするんだよね。なるほど、うん、だからハイボール残しの、いや、むずいぜこれ。これどうすっかな。あ、じゃあもう3いくってこと。これでいくか。まあこれはもう組んでくれというところでいけっかな。いやこれでもいけない気がするな。4やもんな。4はすごい。これじゃいけない気がするな。難しいよな。あれ残すか、あれ残すか。いやでもまあハイボールでスナック当たるのはもう宿命なんでどうしようもないから、こっからだな。自爆狙うか。それかスギルの自爆狙いはあるな。なるほど、自爆怖。だって今も黒引いてても全然おかしくないわけだから。あ、そうね、運よく黒引いてないだけの話で。うん、まあ、さっき言い忘れたけど、そのもう俺がすでにその下町残ってるって思い込んでるだけの可能性もあるからね。まあまあ間違えてね引いてる可能性もあったり、うん、 うわどうしよう。いやまあこれで組んでくれ。ほーメラメラまあとりあえずエース行こうよ。エースはいいでしょさすがに。どっちにしろあの指定した数プラス1しかいけないから、俺たちはこのターンで勝ちには絶対できないと。3つめくったところで。あ、そっか、うん、確かにそうだ。キノコやじゃ3にすればよかった。エースはとりあえずエースは行きましょう。メラメラのエース。はい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 、うまいな。これ問題がもう別にメラメラにこだわる必要ないんだけど、正直言ってとりあえずじゃあハイボールの角をとりあえずやっとこう。とりあえずね、賢いなそれ。なるほど、それ賢いな。それは賢いな。でハイボールの宿題1とメラメラ1が今残ってんだけど、まあハイボールの方で考えていい、ちょっとお題無視しちゃうけど、この中でハイボールっつったらキリンしかねえとは思うんだよな、さすがに。いやキリン行きましょう。キリン。よし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 。それはすごいな。うん、消去法的にハイボール、あ、スナックなくなったらもうこれしかないから。うん、さあ行こうぜ、シュウさん。いやねこれがね、まあ、ここで、多分もう最後だよね。うん、勝ちに行くしかないよね。次で、こっちのターン来たらもう。いや委ねられたなこれ完全に。ナイスバトルだこれ。いやでも俺はあえての状況を作り出したよこれは。これはねもうすごいよ。まあ難しいっつってるから、うん、本当に難しいんじゃない。2枚抜きが。これでどうだ。おお、はい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 、はい、いけるか。うん、シュウさんだいぶ絞ったなこれ。シュウさんこれは俺わかるよ、はい。おあのね、まあやはり寿司なんや下町は。ほんでチラシ寿司、はいこれ間違いない。でオッケーオッケーオッケー、それもう一個なんよね。もう一個問題が、まあ、うん、まあ普通に考えたらチラシ寿司なら寿司太郎でしょ。えつまり考えたら、つまりどういうことだそれは。桃太郎でしょ。あ、寿司太郎でってこと多分。いやでもそんなことするか。いやでも他にないもんね。チラシ天ぷら、チラシ派、チラシルール、なるほど。チラシシャドウ、チラシキノコ、まあ、確かに2になってるもんね。チラシキノコ、いやチラシシャドウ、チラシシャドウ技チラシルール、おーチラシでルールはまあありえるけど、なんかルールを配る配布みたいな、まあ、でもさすがにない。はえ、これマジで選手のマジで分からん。俺からしてんのチラシ天ぷら、いや桃太郎寿司太郎でしょ。うわちょっとえなんでそんな
それ行き過ぎだわ、カミレ。行ってるわ、マジで。行ったなー。え、キノコ入ってないですか、チラシ寿司って。チラシ寿司、あ、なんか入ってない、なんか。いや、でもあんまイメージない。あんまイメージない。なんかキノコっぽいやつあるよな、なんか。一応キノコ。椎茸？椎茸、そうそう、椎茸入ってるわ。あ、じゃあ考え方として。別に杉浦さん、いや合ってます、寿司太郎にその復縁して考えたのが、まあ、結局、まあ、寿司太郎そこでチラシ寿司、いやいや違う違う、チラシから寿司行ってそっから寿司太郎行ってるからね、確かにね、むちゃくちゃではあったな。まあまあまあ、いやでもちょっとお題がマジで、いやこれ難しい、いや難かった、そうね、寿司と天ぷらが残ってんのがマジで難しかったからね、かぶってんな、いや絶対残ちょっとミスったか、絶対残してやろうと思って天ぷら最後まで。はいはいはい。俺らからか。青先行。ラポリあるな。ラポリとスギルあるな。なんか俺今もううずうずしてきて勝負したくなってるから行こうかな。ほう。すげえうずうずしてきた。マジか。うん、もうあえてね、こんなんもう勝負いったらいいね、こういくわ、幅広確かに動物、うん、こんなもん、ね、勝負よ、解釈動物か、まあまあまあ安牌、まず安牌考えるでしょ、これは動物でしょう、ある種ね、ある、いやある種、ね、逆に言えばね、いや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 、ある種も何も動物だがこれある種、いやいや、そういう人もいる、いやいやいや、そう呼ぶ人もいる、他に呼ばない人は、なんて呼ぶんだ、まあこの中でその動物って言ったらもう消去法で考えるしかないんですけど、え、お母さんとスギルになるんよな、こんなもん、なるほど、動物だいぶ攻めてるな動物と呼ぶ人もそれはすごい攻めてるお母さんを動物ね、まあまあまあ、まあ、確かに生物学的にはね、でも動物ハウボーイの動物だけど、それそうだミントとかヒコリも動物だしね、まあそうか、言われてみたらそうですわ、ウミガメを動物ってなんか言わない気するんよな言うか動物って、まあ、言う人もいるよね、動物って言うかいや、まあ、そう呼ぶ人もいるそれは本当にそうなんよな、まずはカンガルーを開けてみましょう、はい、はいはいはい、正解、まあ、で、なんかスギルさんはその動物、まずカンガルーをまず連想しました、はい、でカンガルーお母さんです、あ動物やんこれええやんと言って動物にするかそんなんはするわけないよね、母子とかにするわな、そんなだったらな、ペラペラ言うとんの、ね、でも母子だったらペラペラ言うんですよ、お母さんはお母さん直接的すぎるわなってことで動物にしたかしちゃいますわな、ということでお母さん、うい、マジか、押したらお母さんで来たなら、そしたらもうすぎるでしょう、なんでやねん、なんでそうなんねんな、ちょっと待って、ウミガメは行くでしょ、だってウミガメが動物じゃないなんて、なんでよまあ確かに、あの俺ら何もしてないんだけど、そうだ、ね、ちょっとペラペラ喋って確かに、まあ、カンガルーウミガメまで行ってお母さんが過ぎるかっていうのは分かるんだけど、え、ちょっと待って、ね、じゃあ明らかでかいウミガメをなぜか逃してるよねまあちょっと勝負しすぎたら2で行くべきやったな、これは